どうも音楽を愛すするメガネ男金事でございます先日ですねこちらのチャンネルでも動画にしましたビジュアル系バンドアルルカンのねドラマーが女性問題で、えー、脱退したというね、えー、ニュースを見て、えー、お話しした動画アップしたんですけどもまたですね、えー、メンバーのね性加害疑惑が 一部で報じられたた際の対対応にしして謝罪したという、ね、ニュースがあります、まあこ,れこのニュースの前にねあのメンバーのギタリストの方ですね、えー、クルトさんというメンバーが、えー、性加害疑惑というのがね報じられたということで当番のアルルカンのねファンの方はじめネットなどで結構話題にはなっていたんですけども。 メンバーの性加害疑惑が報じられた際の対応に対してですね謝罪したということです、ちょっと複雑なんですけどね、どういうことかと言いますと、このギタリストのクルトさんが性加害疑惑というのがね報じられた、その時にですね公式ツイッターで、本日21時、アルルカンより皆様に大切なお知らせがありますと、そういう予告がありました。 このツイートの後にですねやっぱりファンなんかはすごく、まあ、心配をしたりね何かすごいファンにとって良くない知らせなんじゃないかと、まあ、こういうねツイッターの文面ですとやっぱりすごく不安になりますよね実はクルトの件ではなくてですね4月5日に発売される新アルバムの告知だったと <laughs>、はい、ファンからねすごいやっぱり反応がありまして オフィシャルが火に油を注いでどうするとかえ、どういうこと、しっかり説明してよ、宣伝してる場合じゃないでしょうと、ここまで心配させてファンをバカにしてませんかといったね、まあ、かなり強い批判が、ね、相次いでいるということですで。それに対してですね、批判を受け、所属レーベルがバンドの公式ツイッターに、ね、謝罪文をアップしたと。 報道の内容に関してさまざまな事情から明言できない立場であったとはいえ報道後の弊社からのお知らせは誠実さに欠ける対応だったと深く反省しております結果として日頃から応援していただいているファンの皆様の信頼を裏切る形となってしまい申し訳ございませんと謝罪したということです今後とも皆様の声援を受けて活動していけるようこれからの運営を通して 信頼の回復に努めてままいいりますということですうーんまあねまあ結構ねあの最近ねあのビジュアル系バンドの話題の中ではひときわねあの目立っているアルルカンというバンドですがね、まあ、結構ファンをやめますとかねバカにしてんじゃねえぞみたいなねそういう <laughs> あのファン 結構ねね怒り狂っているような状況です、ね、まあ先日そのドラマの方がね女性問題で、えー、失踪に次ぐ失踪して、えー、脱退する運びになったという、えー、ニュースもありましたその後ですねすぐに今度はギターのクルトさんがねま性加害疑惑、うん、ちょっとねまあ内容はここではまあ控えるんですけどもまあそういう疑惑がね報じられてしまったということで。 えー、これからどういう活動、えー、例えばメンバーの、ね、脱退など、えー、また、えー、ドラマーの方に続いて、ですねこのギタリストの方も抜けてしまうのかというね、ファンはねすごく不安だったと思います、そんな中でね、まあ、公式ツイッターがねこういうふうにこう、なんていうんですかね、ファンの方のコメントなんかにもある通りね、火に油を注いでいるという状況ですね、ツイッターを通して。うんまあ 絶対ね、あの、ファンの方の心配をあおるということは予想できたはずですから、うん、確かにね、これはきついですよね。まあ、お粗末な、えー、公式の動きだということですよね。まあ、それで謝罪文をアップする運びになってしまったと。まあ、あの、私もね、昔からビジュアル系業界がね、結構好きでね、あの、いろんなバンドを聴いてきました。あの やっぱりね、こうなんか、うん、意外にこういう、なんていうんですかね、ファンが悲しむようなニュースって結構多いですよね、やっぱりビジュアル系バンドって。そこがね、唯一すごく残念なところで、まあ、うん、いろいろあるじゃないですか、やっぱりその薬だとかね、いろんな問題がねうん、なぜかはびこってしまうというね。やっぱりね、ビジュアル系のその、うん、良さ。 としてそのギャップっていう部分があると思っててその見た目がね結構激しいいじゃないですかそのメイクが濃かったりとか、まあ、そういう反面ね実生活では結構真面目な方が意外にいてねあの見た目とは違うとあのよくそのホストとかと比べちゃう方がいるんですけどまた全然違くてねそこはあのビジュアル系バンドってやっぱりその 真面目に、ね、音楽に向き合ってねやっている方が大半だと思うんで本当にビジュアル系というジャンルの,その音楽をね好きで作ってらっしゃる方々がほとんどだと思うのでそういう女性問題であるとか薬とかねまあなんかいろいろね他にも結構やばい問題っていうのはあるわけじゃないですかいいバンドマンというかその、うん、真面目なねバンドマンも結構ビジュアル系って多いと思うんですよ。その中、ね まあ、こういうい、まあ、問題、まあ、このギタリストの方ね今回その加害疑惑性加害疑惑が報じられたこのギタリストの方はね、まあ、否定はしているとそういう事実はないということでね、うん、弁護士に相談しているということですけども、うん、やっぱりねその一部の、えー、方たちの行動っていうのがね目立ってしまったりとかニュースが報じられることで。 ビジュアル系全体のイメージっていうのがねこうちょっと歪んでいってしまうところがねかなり悲しいなと私もいつも思っていますこういうニュースを見ると。で特にですねこのアルルカンというバンド、まあ、今回のニュースきっかけなんですよあ、まあ、前回のドラマの方が脱退されるっていうニュースを見てそれをきっかけにしてアルルカンの曲聴いてみたりしてるんですけどねすごくいいんでねかっこいいのであのすごい残念ですよね。 当然ファンはそういった音楽性に惹かれたいね、まあ、バンドのメンバーの,そのキャラクターとかいろいろあるんでしょうがあの音楽に惹かれてることは間違いないと思うので公式のツイートがねこういう,うーん、まあ、騒動というかそういうファンの方の心配をあおるような、ね、ことをやってしまうっていうのはやっぱりねそこは問題あると思うのでどうかねファンの方を裏切らない運営っていうのをしていってほしいなと思います。日が浅いんですけど あのアルルカンがもしね解散とかになってしまって非常に寂しいのでそうならないようにね祈っております。はい、ということでねアルルカンというビジャー系バンドのニュースについてお話ししてみました。はい、ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございました